はじめまして。私はファンディ・イエンと申します。今年27歳です。今福岡県に住んでいます。現在ソレジュ音楽会社で介護の仕事を働いています。3年間実習生が終わってから新しい仕事を探したいと思います。その時は特定技能介護をしています。 BJC 会社もしています。 BJC 会社にいろいろなことを手伝ってもらいました。 BJC 会社に介護の書類をもらって、インターネットで先生と一緒に勉強してもらいました。BJC 会社と先生のおかげで2020年10月に介護の試験を受けて、11月に新しい仕事を紹介していただきました。今まで1ヶ月間ぐらい介護の仕事を働いています。誰でも介護の仕事が大変な仕事だと思いますが、私にとって全然違います。介護の仕事は偉い仕事と面白い仕事です。おじいさんとおばあさんに手伝ってあげて、本当に私嬉しいです。私の希望はあと介護福祉士を取りたいです。それを取ったら日本にずっと住んでいます。私にとって介護の仕事はいい仕事だと思います。ご清聴どうもありがとうございました。